BMW 7シリーズのフル EV 版 i7 の市販型プロトタイプをスクープサイトスパイダー7のカメラが初めて捉えた。これまでの現行型7シリーズの皮をかぶったテストミュールから一転、今回のプロトタイプは SUV のような 24,550R19 サイズのミシュランパイロットスポーツを履き、より尖ったシャークノーズや新デザインのドアハンドルを備えていることがわかる。ヘッドライトの位置はこれまでより低いようにも見えるが、カモフラージュの一部の可能性もあり、断定はできない。BMW i7 プロトタイプスクープ写真注目は、隠しきれていないボディの複数のセンサーユニットだ。グリルの真上、シャークフィンアンテナ、各フロントフェンダーに一つずつ設置されており、これは進化した自動運転技術を提供することを示唆している。2017年にラグジュアリークラスに 90kWh または 120kWh のバッテリーパックを搭載することを明らかにしており、これが i7 だと思われる。噂によると i7 の最高出力は BMW の量産モデル史上最強となる650ps を発揮、航続距離は最大400マイル、644km に達する可能性があるという。フル EV、i7 の発売は2022年と予想されている。新型車最速スクープ、スパイダー7をチェック。